その頃、ランマ2分の1の高橋留美子先生は自宅でこたつ猫とお茶を飲んでいました。ランマ2分の1のテレビ化が始まった。制作陣とともにケンケンゴーゴー、声優のキャスティングにも熱が入る。不幸の影とか、なんかある種の陰影みたいなもの、その子はあまり感じない、なんかこう非常にある種エネルギーの塊みたいな可愛らしさのように思うんですけどね。あ、女になった時ね。だからちょっと違うのかな、つぶさん違うのかなっていう感じは。今まで描いた漫画っていうのが女の子主体っていうのが多かったもので、でなんとかその男の子の主役を置けないかなとか思ったんだけれども、でもやっぱりその男だけっていうのが描く本人もなんかこう不安なものがあって、でそれを解消するためにはこれはもうその男が女になるっていう設定が描く方もなんか違和感なくやれるんではないかな。主題歌のレコーディング、森行之丞作詞、村松邦夫作曲、編曲椎名和夫、歌西尾悦子による主題歌がレコーディングスタジオで盛り上がっていく。アニメーション制作もうるせえやつらメゾン一国と高橋作品を手掛けてきたキティフィルムが全力を結集。第1話は天道道場の末娘茜のもとへ、中国から許嫁がやってくるところから始まる。